宅6回目の記録は15メートル。続いての跳躍者は東海大学大野くん、15メートル55をマークしていまして現在第1位です。予選6組は6レーンを分けて6名の出場で行われます。男子三段跳び決勝、東海大学の大野くんです。